おはようございます。はい、カモンマテリアル。はい、マテリアルの浅壁五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、まあ、このね、マテリアルがね、こういう場所ですよということで、はい、お伝えするために、始めたこの、カモンマテリアルですね、はい、なんですけども、はい、緊急事態宣言が2発目出てしまったために、またしてもみたいな感じですよね。はいはい、今はだから、はい、今はとりあえず、うん、まあ、通常カフェ営業はやってます。はいはいはい、で、まあ、夕方、まあ、月曜、毎週月曜ね、はい、チームラッシュやって、はい、で月1のお、はい、土曜日にお昼ぐらいからワイン会を、はい、まあ、やり始めてるって。なるほどなるほど、はいはい、でまあ、たまに、まあ、飲みに来られる方がいらっしゃるので、はい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 、まあ、お酒の提供が19時までなので、そうですね、はい、19時までで提供終わりで、はいはい、20時に完全撤収っていう感じですね。感じですよね。はい、はい、まあ、今日30日、ね、はい、1月30日配信ということですので、はい、まあ、一応予定では7日まで。そうですね、一応ね。あと、はい、まあ、8日ぐらいという感じですかね。はい、そうです。はい、それにしても数字が減らないみたいな感じですけどね。そうですね。はい、どうなるんでしょうっていう感じなんですけどね。はい、まあまあこればっかりは僕らが何も話したところで何もできない、ね、何もできないし、はい、すみません、はい、僕らは専門家でも何でもないんで、はい、何も情報を提供できないので、まあ、こんな話してもしょうがないんで、でね、はい、あれなんですけど、はい、最近ですね、はい、ちょっと僕始めたことがあるんです、はいはい、走り始めましたよ。おいや、おおっていうか、というかね、はい、いや、そうですよ、はい、行きましたからね、私ね、はい、なんか前回の時に、はい、あゆさんになんか来てくださいよ的なことを言われて、おいおい、ちょ待って、ちょ待って、年末ぐらいに言ったんですか。そうそうそう、年末ぐらいから言ってて、年明けで行きますよ。そう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 、いや、ね、年明けのね、一発目のやつで行きます言うたんですよ、はい、あ、はい、で11日に行きますいう話で、はいはいはい、11日よりも前に収録してるやつの時に、はは、11日よりも後の配信のやつやのにまだ来てないみたいなことを言ってくれはったがために、バレました。収録日が、11日よりも前だぞっていうのがちょっとバレちゃったみたいな、はい、やつがありまして、はい、おいっていう感じ。ラッシュは1月4日に走り始めた、はい、そうそうね、そうですね、1月だったんですよ、ね、はいはいはい、今年から毎週月曜日やりますよっていう話に、ね、はい、うね、なったんですよね。で、私11日から、はい、参加させていただいて、ね、はいはい、2週連続ね、はい、一応参加をさせていただいたんですけども、はいはい、まあ、その感想とかまた後で、そうですね、じっくりと。いや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 、これね、あ、まあまあまあ後でね、後で話した方がいいんやろうなと思うんですけど、そうですね、はいはい、まあ、なんか久しぶりのなんかランニングってなんか、はいはい、あ気持ちいいじゃないですか。あのね、体がボロボロなんですけど。最初はね、やっぱりね、体はボロボロやねんけど、はい、まあ、楽しいのは楽しいですよね。そうですね、うんうん、なんかやり終わった後の、はいはいはい、楽しさっていうか、なんか爽快感みたいなのは絶対あります、ね、ありますね、あります、あります、はい、だからやり始めるかやり始めないかなんですよ。そうですね、始めない間はもうなんか、はいはいはい、寒いからやめとこうと思うんですよ。俺も今年は走ろうと思っててもなんか、いや、もうなんかめっちゃ寒いやん外とか、はいはい、なんか部屋の外でうわ寒ってもうやめとく今日とかって絶対思うんですよ。なりますね、今でも僕でもなりますからね、うん、だからこそある意味こういうとこ来て、はい、無理やりやるとそうです、ね、っていう話はあるんだろうなと思うんですけど、ね、これ以上喋ると多分ね、はい、そうですね、ネタがなくなるぞってなんかすごい圧をかけてきてる人がいるので、はい、そろそろ呼んであげようかなと。そうしますか。だいぶ早いですけど、はい、分かりました。はい、はい、では本日の挑戦者を挑戦者、呼んでお呼びしたいと、はい、思います。はい、はい、あゆさん挑戦者。はい、ということで、はい、今日は、挑戦者の、はい、マテリアル谷町の、はい、堀本あゆみさんです。はい、堀本あゆみです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、挑戦者ですね。挑戦者ですね。はい、喋るかな、はい、10分ですから。10分ですね。はい、はい、頑張って10分喋ってください、ね、はい、途中から僕放置しますから。助けてくださいよ。助けてくれる人いっぱいいるはずだ。はい、まあ、これでね、はい、ようやくマテリアルメンバーが、はい、全員この席に座ったことになるかなと思うんですけど、あ、まあ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 、はい、そういう感じになると思うんですけどね。はい、はい、で今日は、はい、何のお話を。チームラッシュですね。チームラッシュですね。はい、今唯一できてるイベント。そうですね、もうね、これはね、
あの外ですから、外ですからね、はい、あの全く密にはならないの で, はい、はい、まあいいんじゃないかなということで、はいはい、毎週月曜ですね、毎週月曜、はい、では志村氏についてのはい、お願いしますねプレゼンということでございます。はい、はい、皆さん、聞いてあげてください。それでは準備よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、はい、では参ります。はい、このプレゼンありかなしかスタート。はい、はい、はい、ムービーズカフェマテリアル谷町で毎週月曜日に行っておりますチームラッシュ走るイベントとなっておりまして、大阪城のあたりを、ね、みんなで走りましょうっていう会となっております。まあ、一人で、ね、走るのがちょっとなとか、まあ、女性の方ね、あの 夜ね一人で走られへんなっていう方とか、みんなでね、走れたらいいなって思っております。うん、8月から走り出して、まあ、ずっとね隔週で走ってきてたんですが、今年に入りまして毎週、はい、毎週チームラッシュっていうことで、はいはい、最近も、ね、言ってたんですが、はいはいはい、走っております。4日からね始めたんですよね。4日からです。はいはいはい、4日からもで僕は11日から、はい、2回参加させていただいたということで、はい、どうでしたか。いや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 、もうね、あのね、とりあえず4日はもう本当に死ぬかなと思いましたね。そうですよね。いや、まずね、まずね、はい、あの最初に、はい、大した走りまだ1キロも走ってないのに、もうまずあの肺が潰れるんちゃうかなっていうぐらい、もうとにかく呼吸がしんどくなって、はい、で呼吸を無理やりしようとするから、はい、今度背中の筋肉がしんどくなるんですね。で、そうこうしてるうちに腰が痛くなってきて、うん、でうわ腰痛いと思ってあの今度速度が落ちると肺とか大丈夫になるじゃないですか。はい、で大丈夫になんねんけど、はい、ずっと走ってるからだんだんね、あの、この足のね、あの前の方の筋肉と後ろの方の筋肉と両方が来て、全然足が前出なくなってもうだんだん痛い場所が走りながらこう移っていくっていうね。どん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 。あれがすごい面白かったですね。おーすげーって。人間の体ってこんな風になってんねやみたいな。めちゃくちゃ楽しかったですね。よかったです。いや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 。もうね、ずっとお待ちしてたので、はいはいはい、次の週とかもね、あ、来てくれるかなって。うん、うん、もうちょっと心配だったんですよ。そうそうそう。でも来られて、ちゃんと来た瞬間に、ちゃんと来た。待ってましたそうそうそう。待ってました。だから、皆さん他の人はね、普通に走ってはるからあれなんですけど、僕一番遅いじゃないですか。で、僕一番遅い僕を、一応見とかんと、店としてね、なんか僕の、はい、途中でのたり死んでたりとかされるんだから、ね、で彼女がずっとだから、僕のちょっと迷う、ちょっとだけ迷う僕に合わせて、ほんまもっと早く走れるのにゆっくりゆっくり一緒についてきてくれてたんで、安心して走れました、ね。あ、はい、よかったです。はい、はい、皆さん安心して走れるのでね、来てほしいなというそうですね、そうですね、感じなんですが、はい、はいはい、なんでまあね、なんかみんなでこう走るとなんかモチベーションも上がって、うん、そうそうそう、あのね、ペースがね、やっぱりね、自分一人で走ると、うん、自分のペースで走っちゃうじゃないですか。そうですよね。ところが速い人がいたりとかすると、その人のペースにつられるから、いつも以上にやっぱ走ろうとするんで、だからちょっとずつちょっとずつ体がこう前へ出ていくというか、うんうん、あの最後までやっぱ引っ張ってもらえると、普通に一人で走るよりは逆に楽かもしれないですね。あ、そうですね、うん、はい、うん、なんかもう走るのやめとこうかなってなっちゃうときもある。あ、そう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 、うん、まあ、歩いてもいいよねって思っちゃうんですけどね。うん、まあ、あとはナイキラン、そうそう、ナイキランで、はい、走ってる、そうそうそう、距離とかね、うん、スピードとか、1キロずつにねこう言ってくれるので、ね、今何分のペースで走ってますよとかも全部出てくるので、出てくるんですよ ねすごいですよね。私だってこうめっちゃ貯めてますもん。だってそのなんかそれを見るたびにちょっとね、あ、頑張ってるなとか思ったりとかね、なるほど、していくんで、はい、うん、けどね、僕みたいな遅い人間はねあれ聞こえてくる、うわ、あ、また言われてるっつって分かってるっちゅうねんとか思いながらとか言いながらやったりとかするんですよね。はい、ですよね。でもチームラッシュは結構ね、うん、もうコースとか決まってるので、はい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 、コースが決まってるんで、あと何キロ走ればいいとか、はいはいはい、あと何キロしかあと走られへんとかっていう思いでこう走ってね。いや、でもね、本当ね、大阪城公園の中を走ってるから、はいはい、めっちゃ遠くに見えてた大阪城がめっちゃ近づいてきて、うん、そうですよね、で
また通り過ぎていったと思ったらめっちゃ遠いやんみたいな、なんかこの遠近感みたいなのがすごい面白いですよね、うん、ぐるっと回ってるし余計にこういろんな角度からも見えるし距離でもで多分いろんなコースがあるんでしょうけど、うん、今のところ僕が走らせてもらったコースは天守閣の横を通ったりとか、ね、横を通るので、ね、あれなかなかきついんですよあの坂かなりあの裏側 の、知ってる人は分かんねんけどあの極楽橋から入ってきて、はいはい、豊臣秀頼と淀殿が亡くなったあたりのね、うん、そこからぐーっと上がっていくあの坂がなかなかきついですよあの坂きつっとか思いやら、ね、もうとりあえず心臓は終わって心臓大丈夫やけど終わってたから肺は終わってるわ腰は痛いわもう足は棒やわみたいな状態やけどまあまあなんとかこう上がっていくみたいなね、はい、そうなんですはい、めちゃめちゃでも楽しいんでいやいやいや、ね、楽しいですよね、うん、はいなんかね大阪城の、うん満月がね綺麗な十五夜の時に、うん、あの大阪城ライト消えてたりとかおおなるほどなるほどなるほど、はい、また大阪城もねいろんな感じで見えたりとかするんで本当に、うん、なんか私大阪城登ったことがなくて初めてぐらいあんなに近くに行ったのがキングラッシュで初めてぐらいはいはいはい、うん感じで、うん、近くに行けたっていうので初めのうちめっちゃ写真撮ってました今でもね写真撮っちゃうんですけどこの間撮ってました撮ってましたはいそうそうしょっちゅうしょっちゅう撮っちゃうんですけど、はいはいうん、もう本当に綺麗し気持ちが良くて、うんうん、ねでまあ、結構あれなんですよね、なんやろ大阪では城ランっていうんかな、東京だったら皇居ランナーとか言うじゃないですか、ねあはいね、あのお堀のところをこう走るね、はい、で大阪だったらまあ城ランあの大阪城なんでお城の公園を走るということで城ランっていうらしいですけど、はい、そのやっぱお堀のあたりとかね、はい、走ってるとね夏はやっぱ涼しかったりするんでね、はいうん、水辺を走るのはやっぱ涼しい、ね、風があるから、はいはい、で冬場は寒い、いや寒くはない別に、うん、もう走ってるからね寒いとかあんま関係ないですよね、そうですよね、うんはいうん、でまあ結構何でしょうこの、意外とやって面白かったのが、はい、普通だったら多分めっちゃその冷たい風で、はい、かつその、乾燥してるから、はい、肌とかカピカピになるかなとかっていう感じなんだけどマスクしてるとね案外大丈夫なんですよ。ですよね、こう出てるこの辺だけの話なんですけど、うん、この辺は唯一出てるとこやからこっから熱出てるからそうです、ね、保湿されてる結構大丈夫なんですよね。保湿されながら、はい、そうですよ、ねうん、最初だから本気で思ってたのはスキーの時に、はい、ほらこうスキーヤーがこうやるマスクあるじゃないですか、はい、あれしたろうかなとか思ってたけど全然これで大丈夫です。全然大丈夫です、うん、あと唯一守らなあかんのは耳ぐらいなんですけど、でもこれも最初だけ。最初だけですね。うん、あったかくなってきたらもう全然大丈夫になりますね。うん、はい。まあ、それが僕がやった感想かな。うん、はい。私も初め走った時もめっちゃ筋肉痛で、うん、マテリアル階段があるんですけど、はい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 、その階段登るのが本当に毎日やばいやばいって言いながら、で降りる時が一番怖いんですよ。はい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 。うーって言いながら叫びながら降りてた。まあ手すりがあるからね。ここね。安全なんで。安全でよかったねって感じですよね。はい。まあ、あとでもね、やってすごい面白いなと思ったのは、はい、2つあって、1つは、はい、この肺がね、うん、なんでしんどくなるのかっていうのが、うん、走ってみて分かった。あれだからね、やっぱり、ね、僕今106キロぐらいあるんですけど、うん、その内臓脂肪がすごい溜まってるから、はい、そう横隔膜をこう下げようと思っても内臓脂肪で下がれへんから肺が広がらへんっていう、はい、だから一生懸命息吸ってんのにこれ以上吸われへんのなんでみたいな状態になるんですよね、はい、特に走ろうとしてるからこう、はい、中でこう揺れたりとかするんで、はい、空気入ってこへん。そうだから余計しんどいんですよ。でも横隔膜を下げようというふうに一生懸命そのお腹の方に意識を持って走るとだいぶね呼吸は楽になったんですよ。すごいですね、それ発見って、うんうん、めっちゃ発見でしたね、うんですねうん、あとチャリンコ走る時も、はい、前に比べてめっちゃ走りやすくよかった、うん、たった3回2、3回しか走ってないけど、やっぱなんか体がスイッチ入ったなと、はい、だからぜひ皆さんもスイッチ入れていただいたら、スイッチ入れてもらったらやり始めたらね、そうですよね、全然違うんでね、はい、まあまあ、はい、ぜひぜひお近くの方は来ていただければという感じでしょうか、はいはい、そうですね、はい
はい、ダッシュメンバーを今募集しておりますので、はい、ぜひ来ていただいて、はい、仲間になってください。はい、で、走る時間が19時スタートとなっておりまして、それまでにこちらで着替えなり準備なりをしていただけるので、ぜひぜひお気軽にお越しくださいませ。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんとか10分喋れたね。なんか、はい、あ、もうめちゃめちゃ。てか、俺が半分以上喋っとったやないかい。俺が半分じゃん、もう3分目ぐらいのところで俺振ってきて、もう俺ほとんど俺やんけ。もうまあいいけど、はい、ちょっと参加者なんで。いや、でもあなた今年の目標何でした？あ、頼れる日になると。お前今俺に頼ったやろ。はい、頑張って頼らせてください。はい、はい、頑張ります。はい、という感じでございますね。はい、はい、では、お願いしますね。ま、これあれですからね、プレゼンの内容が良かったかどうかやから。はい。悩んでる。さあ、どうなんでしょうか、あゆさん。あゆさん、どうしよう、これで罰出て、モザイクかかったら次のコーナーもモザイクだよな。あ、それはそれでおもろいな。やだ。それはそれでおもろい。やだ。はい、では、判定いきたいと思います。判定よろしいでしょうか。はい、お願いしますよ。それでは、このプレゼンありかなしか判定。みんな優しすぎる。もう本当に。すぎる。もうなんか俺も初めてモザイク入れれるのかなと思ったら、もう楽しみにしてます。はい、ということで、丸がつきましたので、はい、モザイクはかかりませんという感じなんですけど、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、この後のコーナーも同じ人なんですけど、はい、もうそのまま行きましょうか。はい、では、あゆさん、よろしくお願いします。今度はあゆさんね。はい、お店の情報を、はい、伝えに来ました。はい、チームラッシュです。はい、はい、9月の1日に月曜日走ります。大きくダウンしますので、ぜひぜひお越しください。はい、もう皆さんご存知ですね。ね、もう、はい、もうこの話聞いてて意味が分かれへん人はおらへんから。もう今日の放送全部ほとんどが、ね、はい、チームラッシュになっちゃってるので、はい、ぜひぜひ。そういうことです。チームラッシュ会ですから。はい、はい、はい、ぜひぜひお越しください。お待ちしております。はい、はい、で、2月の20日が、はい、ワイン会になって、ちょっとね、まあ、ひっそりと、まあ、うん、やっていこうかなって思っておりますので、ね、はい、ぜひぜひご興味ある方は、まずね、はい、お問い合わせいただいたらいいかなと思いますので、お待ちしております。そうですね、ワインってね、やっぱね、はい、趣味嗜好が結構偏ってたりするんで、ね、はい、ね、赤が好きな人、白が好きな人だけでも結構分かれるけど、うん、銘柄とかですね。そうですね、銘柄っていうか、まあ、そんな高いやつを用意するのかどうかともかくとして、高いやつは用意してないかも。フランス産なんかとか、ほら、チリ産なんかとかね、どこ産かでだいぶ違ったりとかするんで、うん、そうですね、どこ産かとか、ブドウの品種とかで、はいはいはい、ちょっとそこら辺も勉強しつつ、ね、一緒にね、ワインを飲もうかなって思っておりますので、はい、意外と僕はあれが好きです、フランスよりはドイツの方が好きで、で、チリとか、うん、とメキシコもワインだった。結構ね、面白いです。1月はチリワインだった。マジか。マジか。チリワインがあったんです。それ、まあ、2月は何のワインがあるか、ね、楽しみにしておいてください。ね、はい。また光線出してる。お越しくださいね。はい。はい。はい、では、帰ります。はい。ありがとうございます。はい。はい、ということで、では高橋さん。はい、はい、おはようございます。シネマコミケーター高橋です。はい、シネマというのコーナーでございますからね、はい、走る元気が欲しい。いや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 、まあね、今 ね、うん、ね、頑張りましょう。走る元気がいい。羨ましく話を聞いておりました。はい、はい、そして映画なんですよね。3週間続けて神戸特集で来て、はい、ですね、来てですね、はいはいはい、今日から切り替えようと思ったんですけど、はい、しつこくアンコールのことが来た。アンコールあったんや。勝手に自分で。はいはいはい、はい、今週も、神戸、はいはいはい、来ましたね、ロケって言いますかね、神戸に関する映画をご紹介したいと思います。新作映画、はいはい、日本でございますけど、はい、これがいいですね。はい、これが昨日1月29日
金曜日から全国ロードショー公開中でございます、はい、名もなき世界のエンドロールでございますね、はいはい、すごい題名で、監督が佐藤雄一監督58歳でございますけど、キサラギ、まあ、以前ご紹介しましたキサラギとか守護天使の監督でございます。でこれあの主演があの3代目のガンちゃんと、はい、でこれ新田真剣佑ですね、なんか新種の、はい、これ読み方、はい、読み方、はい、新田真剣佑と、まあ、2人、幼なっていうか学生時代の友達で、はい、そこに、よっちという山田杏奈さんがね絡んで、幸せに、過ごしていたんですけども、二十歳の時に急にその山田アンナの演じるヨッチさんがいなくなった、うん、という言い方をしてきました、うん、いなくなった、うん、ところからですね、穏やかった3人の生活がですねちょっと狂い出すということ で、うん、でまたその、財界の娘さんだとまた女性が登場してきて、この、真剣やな、ね、演じる誠さんが好きになっていくわけです、うん、でも結局身分がちゃうから、まあ、相手にされないというところで、うん、とにかく今の仕事を辞めていつかはこの女性を振り向かせようというのに人生が変わっていくというところなんですけども、でその、10年後のクリスマスにですねいよいよ、プロポーズをしようというところで、はいはい、そのガンちゃんのね、力を借りてマッキーユさんがその女性にプロポーズをし、うん、これがまあ今回ポートデホテルなんですけど、なるほどなるほどなんですよ。そっから、はい、名もなきエンドロールが始まるということで最後20分なんですよね。ぐろっとひっくり返りますね。もう大好きで、これ以上ねちょっと言うと、うん、もうバレてまうんですね。バレてまうね、はいはい、今の説明もねギリギリなんですよ。ギリギリ、はい、本当はもう何も言いたくないんですよね。なるほどなるほど。でももう20分から、うんね、その20分前はこういうエンドロールでいくんやなと思ってたのが急に話が変わって、うん、これも実は点々ってお見事、ね、もう大好きな、はい、大好きな作品でございますね。ラジオの時はもっと喋ってなかったもんラジオの時はもっと喋ってなかったでも、ね、お気に入りでございます、ね、はいはい、ぜひとも見ていただきたいと思います。で本当はね、はい、あのガンちゃんと監督がね、はい、来るキャンペーンがお話しいただいてたんですけど、うん、コロナで ね会えなくて ね、はい、私は嫁さんの方が喜ぶんですガンちゃんね、はいはい、でもあの、はい、すごくいい作品なんで見ていただきたいと思います。はい、はい、そしてもう一つチラシを忘れました。はもう早く見たので、心の傷を癒すこと劇場版ということですけどね、これあの以前 NHK のテレビやった分ですね、はい、これ4話を、まあ、1つの編集版にして劇場版ということで、プロデューサーが京田さんと言いましたね、その町の子供のプロデューサーですよね。でこれはあの物語がアンさんいね、はい、あの精神科の先生がいたんですけど、はい、私は今通院してます神戸医大附属病院にもともとおられた精神科の方なんですけどね、はい、その方が、まあまあ、韓国籍ということも踏まえてそれもあって、うん、でまあ、精神科医を目指していって、うん、その中で震災があってっていうのがちょっとあるんですね。なるほど。その中で、まあ、人のケアをしないといけない時に自分が何かそういう話を、なるほど、あの割合いろんな要素が入ってて、なかなか僕が深そうです。そうですね。だから震災もんかなと思いつつ、はい、あの震災の後のケアの皆さんの映画かなと思いつつね、急に自分に帰ってくる、自分に帰ってくるね。そう、ちょっと今の時代にやっぱり医療機関は大変なので、ね、はい、ちょっとこれを見て少し考えてもね、なそういうのもいいかなと思いますんで、はい、見ていただきたいと思います。いろんな本当要素が詰まってますんで見てください。はい、これ東京の方は昨日から上映なんですけど、関西は遅れて2月12日金曜日から関西支部上映になりますので、はい、よろしくお願いします。はい、主人公江本拓さん、あ、はいはいはい、奥さんまだ小野真知子ね、はい、あのいっぱい出ますけど、ね、最近はね、はい、見ますね、あの見ていただきたいと思います。はい、はいはい、以上今日は2本ご紹介しました。はい、ありがとうございました。はい、それではエンディングでございます。はい、ということで今日はですね、はい、ランニングの話でですね、もうなんか7割8割走ってる感じの、はい、ずっと走ってる感じですね。はいはい、まあ、どう体が変化していくかですよね。そうですね、まあ楽しみじゃないですか。あ、めっちゃ楽しみですね。あの数字が変わったりもそうだし、見た目が変わったりもね、はいはい、もともと僕実はあのフィットネスクラブに勤めていたはずなのでそうはずなんですよね。だから運動生理学とかも一応あの勉強した人で、
はい、この筋肉何筋とか、ね、そういうのを一応ねあのテストをしてた人なんです僕実は、はい、なので、痩せれるはずなんですところがあのなんかねここ 2,3 年かな毎年俺今年で20キロ痩せるって言うんですよ、はいはい、言うんですよ。でも増えてるんですよ着実に毎年増えてるから、まあ、なので今年はね、そろそろね減らしていかないと、はい、今年は20キロ落としますあれなんで男性と女性とね、うん、この減り方って違うんですか。あ、それはもうもちろんあの、脂肪と筋肉構造が違うのも大きいです、ね、僕ら走ったら1キロ2キロぐらい結構ポンとすぐその生かしたら減るじゃないですか、うん、女の人ってそんなに減らないんですか。あの女性の方があの脂肪を必ず蓄えとかなきゃいけないんで、減りにくい。まあ、あとはもう一つはその、まあ、女性男性って言ってるけど男性でも実はすごいな、なんか石焼き芋が石焼き芋さっきから石焼き芋ものすごいな、ね、なんかさっきからうるさいなと思ってて誰や思ってたら石焼き芋でした、はい、石焼き芋にやられてるんですけどまあ置いといて多分ね男性も女性も実はねそんなに変わらないはずです。一番大きいのは筋肉をどれぐらい持ってる。だからもともと筋肉質の人がちょっと運動したらすぐ落ちるんですよ。ついてる脂肪はすぐ落ちる。ね、はいはい、でもともと筋肉質じゃなかった人の場合は最初に汗で落ちるのは落ちるんですよ、はいはい、ところが歩いてのとこ来たら今度全然落ちなくなってる。でなんでかっていうと筋肉がついてくるからです。ああなるほどね。そう、はいはい、あの筋肉って脂肪の3倍から5倍ぐらいの重いんですよ。動いて脂肪落としたつもりやねんけど脂肪を燃焼するにはまず筋肉つけないと筋肉が脂肪を燃焼してくれるんで、はいはい、あ逆に太る人も多いです、ね、そうだから太るというかね体重が、はい、サイズ落ちてんのに体重が増えるってことなんですよ。それ筋肉が増えるからなんですね、はいはい、で筋肉が増えて脂肪が減ってでもその割合が1対3だったとしたら、はい、あの脂肪3減って筋肉が1増えたら同じ体重になるんですよ。へえ、ああなるほどね、うん、なので筋肉が増えていけばいくほど体重は増える。でも脂肪をたくさん食べてくれる筋肉がたくさん増えるんでその後は痩せやすくなるんですよ。だからサイズが落ちてるんです。だから筋肉をまずつける。できれば小さい筋肉じゃなくて、はい、あの大きい筋肉を使ってあげた方がいいのでまあ、ランニングもそうなんですけどあのスクワットとかで、はいはい、あのハーフスクワットとかでいいんでしっかりこの腰回りの筋肉をたくさん使ってあげるとでそこに筋肉をつけてあげるとランニングとかしたりしても落ちやすくなる。痩せやすいんですね。あなるほどね、まあ、だから多分男性が早く落ちてて女性がなかなか落ちないっていうよりは多分筋肉量の問題、もともとの筋肉の問題かもしれないですね、はいはいはい、はい、ということで、運動生理学講座でしたってな感じのことも交えながら、はいはい、時間が過ぎていっておりますので、はい、そろそろ終わりたいと思いますはい、ということで、まあ、今月ね、1月終わりましたので、はいはい、また来月からね、も、配信頑張っていきたいと思いますので皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、やっとね100超えたんですよ、はい、登録者数100超えて今101いったんで、はい、この調子で1000いきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、はい、それでは今日終わります。ありがとうございました。また来週。